同時に断髪式が出られた。あ、はいはい。その場合は H5F5 で断髪式で大丈夫。そうですね、まずは H5F5 で副交感神経を異常興奮をこう抑えるんですね。それが一番だと思います。どの指に断髪式が出ても H5F5。 まずはですね、で、なぜ薬指に出たかっていうなんか理由があるのかもしれないんですよ。でそれを理由を見つけて、でも両手すると両手一緒におかしくするっていうことは、あ、でもあるかもしれませんね。荷物を持ってその時薬指にすごく力を入れるとか、そういう癖があるとかですね。本人その場合ちょっと首に手があったらしいです。じゃあまず首から治療するのがいいのかもしれませんね。 HGF の清潔尺をやって首をの圧痛点を見て、それから前腕部の圧痛点を見て、三焦系ですから、まあ、こちら手の甲側の圧痛点を見て、でそれに鉛筆芯貼ってあげたりとかですね。で H5F5 の清潔治療をすると、薬指が断髪しなんですよね。だから体制的な問題でここの痛みや凝りを取ったから良くなったんじゃないかということになるわけですね。 H5 の清潔治療をするとで、その場合には F5 の清潔治療を先にやった方がいいと思います。そうすると副交感神経異常興奮がどれだけその人の断髪死に影響を与えているかっていうのが分かると思います。手でやると手を治療したからって言われるでしょ。で H5F5 手でも足でも薬指は副交感神経を抑制することができるわけですから、足をしっかりやっといて F5 の清潔治療を単形を2回ずつぐらいやるわけですね。でその間手は我慢してこう伸びのこれしないようにしてくださいと。で治療する前に1回こうやっといてもらえて、これを覚えておいてもらって、それから F5 の清潔治療を2回やります。それでもう1回動かしてもらいますと、あ、さっきより軽くなったぞっていうのがあれば、その分が清潔副交感神経異常興奮かなと。だから、一つの断髪死の責任が 50% は副交感神経にあるけど、あとの 50% は、前腕部にあるのか首にあるのかっていうのをまた鑑別診断することができるんですよね。でそこまで分かった上で H の5の清潔治療をやると。ところが H の5の清潔治療をやってもこの断髪死が全く改善しなかったということは、それ以外の体制的な問題の経絡上のなんか痛みが存在するんじゃないかなというふうにこう類推できるわけですよね。ところが H5 もやってあげたらもうすっかり良くなったっていうのは、トラブルは何にもなくって副交感神経異常興奮だけが問題だったという、そういうことになるかもしれませんね。他何かありますか。はい、どうぞ。両足、うちの主人なんですけど、両手両足が冷えっていうか、なんですね。はい、でこの間先生血圧が低いって言ったんですよね。それで両足は、ここ1週間ぐらい1週間以上なんかなんとなくむくんだような感覚があるっていうんですね。はいはい、でも実際見るとそんなにむくんではない。ただ指の間のこの感覚がなんか狭まったみたいな感じっていうんですね。でまあ、なかなか治療はさせてくれません。そうなんですか。難しいんですね。自分でいろいろこうネットで調べた結果というか、一番近い症状が、ビタミン B の不足じゃないかっていう本人は、はい、お酒よく飲みます。あ、はいはい、はい、それで伝えろうとして、次に次のそのビタミン、まあ、フィードビタミンのものですね、はいはい、もう治療するとしたら一発で効かないと多分あると思う。そうですか。一発で効くかな。こっちこうたまるのもあんまり好きじゃないんですか。好きじゃないんじゃなくて痛みに強いんですよ。ああ、そうですか。っていうのが ないというか、そう、ね、痛いって言えばその辺かなみたいな、そんな感じなんですね。前にもモデルになっていただいた方で足の裏がやっぱこうむくんだ感じっていうのがありましたよね。ちょうどこのつま先でおまんじゅう踏んでるような感じっていうのがあるんですね。でこれ両足になることがあるんですね。でこれもむくみなんですよ、足の裏のですね。よくこの方いらっしゃいます。もう先生、ここの足の裏のこのつま先のここのとこがなんかね嫌な感じで、なんかこうついてるんじゃないかなとかですね、ちょっとむくんだ腫れた感じがあると。でこれ H5F5 の清潔治療をすると、それがするとこう、あ、おまんじゅうなくなったっていうのはあります。
ここでも実際にHOF の清潔治療で、その時は H5 からやるわけですよね。さっきのこちらの質問みたいに H5 の清潔治療を2回やってむくみが取れたという状態で立ち上がると、そのおまんじゅうがなくなるわけなんですよ。でそんなに腫れた感じがなくても、本人としてはですね、もう、そういう感覚が分かるんですよね。それがいいんじゃないかと思うんですけど、H5F5 でなんでじゃあおまんじゅうのようなそのむくみが取れるのかっていうのは、まあ、血圧ちょっと上げたりとか、細胞の活性を上げて細胞の中の水分をこうちょっとむくみの状態をこう脱出することができるということもあるんだと思うんですね。で深呼吸させてみてですね、もし空気がこう入りが浅い、呼吸が浅いようだったら本人分からないと思いますよ。ずっとその深呼吸ですから。で H3 もやってやるんですね。心臓の力がちょっとこう強くなりますから、心臓も楽に動くようになりますから、ちょっとなおのことH5F5 だけじゃなくて、心臓の働きも手伝ってくれてむくみが取れやすくなるのかもしれない。心臓っていうのが一回大学病院で検査してくれって言われるような、ああそうですか、早い、ああ。かといってどうこう悪いっていうわけでもない。でも早いっていうのはやっぱりこうちょっと疲れますよね。それともう一つはですね、やっぱりむくみ、水の代謝の問題になると腎臓の F3 の清潔治療をやった方がいいですね。 H5F5 と H3F3 ですね、もうそれ全部やった方がいいですよ。一発で効かせないと信じてくれないっていう人結構いますから、特に身内ですよね。身内はもう一発で何とかしないとダメ。もう一つあります。ここに何か踏んだような、何かおかしいというのは回腸息になってるんですね。足がこう開いた状態になって、足っていうのはこうアーチがあって、こういうアーチがあって、もう一つはこういうアーチがなきゃいけないんですよ。ところがこのアーチがなくなって、これが開いてくると、この真ん中で歩くようになってくるんですね。そうするとここがしごかれて鍛えられてタコになっている場合があります。そうするとですね、歩きにくくなるんですね。でここがむくんだような、腫れたようなということになります。で私も若干回腸息なんですね。回腸息ってこう開いたような状態で、あんまり歩かないでしょう。この私のお仕事っていうのはですね、だから勤めて歩くようにしてるんですけど、でこの足のこの甲の部分の筋肉が弱ってくると、これはだんだんこう開いてくるんですよ。でこう開いた足にはどうすればいいか、真ん中をこう押してやればいいんです。でも本当はこれ押してもその場しのぎなんですよね。でもそうしないようにした方が、ここの感覚が今度はだんだんタコになって魚の目になってっていうこともありますから、だからこうしてやることによって足の動きも良くなります。でここの痛みができにくくなりますので、靴の中敷きを入れ替えてやるだけでもいい。ちょっと中敷き一つ持ってきてくれるか。あ、ご主人どんな、あれからでもちょっとあの後に、普段あれが効いてるのって、普段家の中だと逆に痛みが出ちゃう、分かるようになってしまったんじゃ。で逆に足靴を履いたら、あ、取れた。靴を履きたくなった。本当にいいわけですね。いい状態の靴は履きたくなるんですよ。なぜかというと体が良くなるから。で、そのご主人どうですかって、この靴の中敷きだけ買って帰られたんですよ。で、彼が治療に来たんじゃなくて付き添いで来ただけなんですけどね。で先生ついでにみたいな話になって、治療代はもらってませんからね。それで足のここはどうもいけないんだって、それはもうこういうことでこうしなきゃダメだと。でいや僕はもう高高ダンビロで、とにかくもう足が広いからこんな大きい靴履いてるんだと。いやそれは違うと。それはね、ここがこうなってないから足が広がっているように見えてるだけで、本当はもうちょっとちっちゃい靴、横を狭めてやってこうした方が足のためにはいいんだよと。そんなダンビロの靴履いてるから中で靴足がベーッとこうなってしまってるから、で真ん中を押し上げて縦のアーチも作ってやって、それで歩いてごらんって言って、今履いてる靴にですね、でこの中敷きを入れたんです。でそれまでは親指が痛かったのかな、あ、今言ったここの部分が痛くて、とにかく歩きたくない、なんかこんなやってこうそこをつかないようにして歩いてこられたんですよね。でこれ入れて、で普通に靴紐を結んでもらって、で歩いてくださいって言ったらですね、歩けるという話になったんです。本当嘘みたいな話なんですけど、まあ、こんな靴の中敷きがあります。これ別な特別なもんじゃないんですよ。
まずはですね、そこの鍛えるようにして、こうタオルをこうやってやるような運動とかですね、指のこう運動をよくやった方がいいですよね、まずはね。